久しぶり。元気してた？あれ？メールさ届いてない。18時からするって言った？あれれ？久しぶり。え、来てない？どういうつもり？ちょっと、そうなの？届いてないか。18時からショールームするよってメール送ったつもりやったのに。こんばんは、久しぶり。元気？ちょっと目がパンパンなんですけど。結構目がパンパンではあるんですけど、生きてましたよみんな。めっちゃ久しぶりやな。可愛いギフトありがとう。久しぶり。19時まで配信しようかなと思ってます。そう、もうちょっとね夜にしようかなと思ったんですけど、今日は19時からカウントダウン TV さんがあるから、さすがにあかんやろと思ってやめました。そう、カウントダウン TV さん新曲をねフルで初披露やから、さすがに一旦ね。うん、新曲良かったよ、めっちゃ。あ、なんかいっぱいギフトありがとう。あら、いっぱいクッキーありがとう。最近スタバ行けた？うん、昨日行った。なんか日々行ってるよスタバは。私の命。元気してた？みんな。なんかさ全然配信できてなかったよね。なんかめっちゃ、うん、そんなことない。めっちゃバタバタしてました。っていう話。新曲聞いたよ。なんかいつもさあ、おお、すごい、めっちゃクッキーくれるみんな。何？ありがとう。あ、待って、バレンタインや、もうちょっとで。だからありがとう。なんか、あ、新曲をそう事前に聞かせてもらったんですけど、 AKB だ、だって AKB です。そうなんか雪的に雪呼びがなんか定着してなくて雪的になんかその選抜以外のメンバーがファンの方と一緒のタイミングでいつも知ってて、その知ったの曲とかタイトル曲
まあ、MV とか振りとか、そう曲の雰囲気、衣装とか、そういうのをファンの方と同じタイミングで一緒に同時視聴で知ってたんですけど、なんかユキ的にはそれがなんかちょっと違うなみたいな感じに思ってくださっていたらしくて、今回多分ユキが がそのスタッフさんに言ってくださったっぽくて、メンバーに展開してくださり、そうお先に聞けたり歌詞を見られたりっていうのができて、みんなで AKB やからみたいな、そうみんなが AKB でみんなで AKB やから、そういうのがちょっと違和感があってみたいなことをずっと言ってくださっ、あのその今回言ってくださって、そうメンバーが聞けるようになりました。解禁前にめっちゃいい曲やったよ、すごい、もう早く感想伝えたいけど、今これを話してしまうと私は何でもかんでも話してしまうので何も言いませんけど、めっちゃいい曲やったっていうのだけお話しさせていただきます。楽しみ、私も見る。今日は夕飯何食べる予定？なんかあんまお腹空いてないからなみたいな、まだ夜のご飯は考えられへんかもって言っても、今日まだ何も食べて生活習慣終わり、え仕事見つかりました、もう面接行かなくてすみました、おめでとう。この方さ、毎配信さ、もうどんだけ毎日さ配信してても、今日はお仕事の面接行ってきますって、もうね週に4回5回配信してても言ってた方なので、お仕事決まったのおめでとう、無理せずね、すごいやんかね。今朝昼夜、今ね昼、自分的にはごめんなさい、いやでもうわ、まあ、昼前くらい今感覚的に生活習慣おわてりさんです、ごめんなさい。あらあめちゃんありがとう、クッキーもうすごいかわいい、ありがとう。そうあの同じね日本にあのみんなとね、あのまあ日本から応援してくださってるファンの方とは一緒の場所にいるんですけれども、一応時差はある、みんなとは、そう時差ある、時差があります。一応みんなとごめんね、なんか私今昼やねんけど、みんなどのくらい時間帯的に、昼前くらいあ、え、そっちも夕方なんや、なるほどね、うん、これからやで私の一日、そうやね、そうこれから今から始まるから、でも明日には時差戻ってると思う、朝からあのリハーサルがあるからそう、あの多分ね今日のみんなのその時間軸のあの早朝らへんから私の時間軸がバグり出すと思う、そうそうそう大丈夫だから
よ首。そう、追いつきに行くから待ってて。しっかり追いつきに行く。もうさコンビニぶつかりすぎじゃない？これローソンやねんけど、これセブン入れぶつかりすぎよな。なんかかゆっ。ほんまに前髪短くなりすぎてる。一回伸ばさないと。ちょっと短すぎ。じゃないよ。あくびじゃない。3月3日の午後、握手会残りわずか。お、すごい。待って、受付終了しすぎじゃない？ありがとう。今日夜宣伝するね。嬉しい、ありがとう。握手会もオンライン話し会も受付終了の部が増えていて本当に嬉しいです。ありがとう。3月3日の南部5部ぜひ皆さん申し込んでください。つんちゃん渋谷クロス FM にゲストで出てくるね。せや、それはいつやったっけ。20日かな、出ます。それも宣伝しないとね。ハートもありがとう。受付終了2日もあるね。すごい。それな、すごいよね。ありがとうありがとうございます。受付終了の分も感謝、ありがとうって思いながら生きてるからね。みんな もうお願い、ごめんね。なんかここ1ヶ月くらい変よななんか配信全然できひんかったし、 SNS にもばらつきがあり、なんか時間軸も変やったからかな。よろしくあ、そう、これ余談なんですけど、余談なんですけども、見ていただきありがとうございました。2週ありがとう。みんながポストしてくれたり、そういろいろなんか画像作ってくださったりとか、めっちゃ嬉しかった。全部保存したよ、画像も。 TVer で見てくださった方もありがとう。なんか2週目のさ、放送オチに使ってもらえてよかったよかったって思って、緊張してて、なんか声もめっちゃ低かったしなんかそう緊張しすぎて目かっぴらいてたけど、そうよかった、最後振っていただけてっていう。緊張すると声低くなるっていうの初めて
今回初めて自分の癖を知った。デフォがこれやねんけど、緊張したらめっちゃ声低くなる。そう、かまいたちさんもズンちゃんズンちゃんって言ってくださったのも嬉しかったし、共演者の皆さんもめっちゃ優しくしていただいて嬉しかった。そう、新たな発見。あら、わー、かわいい、大好きチョコありがとう。ね、緊張したら声低くなるとかあんねんやって思いながら見てた。ちょっと待って、肩幅カクカクすぎん？すごい肩幅やべだね、めっちゃ低かったよな声。あとゆきりんさんの、間違えた、ゆきの修学旅行もそう、ありがとうございました。なんかさ、いっぱいあったね、いろんなことが。うん、いっぱいあった。そうや、もうね、いろいろありましたね。そうやそうや、12時間くらい生配信したんですよ。見てくださった方は、見てくださってありがとうございます。あ、ずっと見てた、すごい、ありがとう。楽しかったね。見てた？すごい、ありがとう、見てくれてたん。9時間フリートーク。あのさ、字面えぐいよな。もう AKB 人生も8年目なんですけど、9時間フリートークっていうのが初めてで面白かった。え、12時間半ずっと見てた、すごい、ありがとう。もうそれゆっくり話さなあかんやんかな。ありがとうクッキーとアメちゃん。9時間フリートークで全く台本がなくてめっちゃ楽しかった。やっぱ台本がないのめっちゃ好き。フリートークが一番好き、楽しくて。9時間半、9時間か、楽しかったよ。でもリラックスした私を見られたんじゃないかなと思う。あと、まあ本当に弾けてました。もうめっちゃ笑ったし、すごいなんか弾けてたし、もうがっつりなんていうのかな、ふざけてる方に全振りしてたからちょっと恥ずかしい。ずんちゃんが楽しそうでニコニコした、よかった。マナズンだからできた配信だと思う、よかったな。お互い休憩するたびにさ、ほんまにお互いがお互いでよかったよなって、もう毎回やってた。なんやろあのマインド、めっちゃ面白かった。休憩でコンビニ入ったりとか、なんかこうやってなってたびに今日やばいなみたいな。でもあの日私のメンタルが超鋼やったんですよ、ほんまに。あの日だけ、あの日から今やから言えるんですけど、あの日から崩れていったんですけど、でもあの日だけほんまに鋼やって、だから持ったのもある。私がこうなって、その日こうなっていてたら、まなかちゃんも大変やったと思うけど、そう、めっちゃ強かったあの日。すごいよね。からね、コメント欄もすごいみんなが穏やかにしてくれて、あの朝のね、そのさ、ちょっとコメント欄穏やかにって言ったら、
こういう子なんやって認識してくださって、その AKB というか私のことを詳しく知らない方も、あ、そういうタイプの子ねってすぐにあのコメント欄の方がみんな理解してくれて、そうシフトチェンジしてくれたのもすごく安心でした。やっぱり自己紹介というか自分のことを知ってもらうって大事やなと思った。そうで、しかもあの日ねちゃんと寝ていったんですよ。ああいう日ってなんかほんまに2時間とかの睡眠で1日やり遂げることが多いんですけど、朝がすごい早いから5時起きとかやから、だからあの日ね前日ね10時過ぎには寝てて、だからそう、それもすごいメンタル鋼の日やった。めっちゃ強かった、あの日よかった。あの日にちゃんと調子持っていけてよかった。メンタル鋼ちゃん、あの日だけだから、まあいろいろなことがあったんですけど、私ほんまに絶対にまあ、とあることが起きちゃったんですけど、いろいろなね、いろんなミスで、あの時点で多分もう帰ってたと思うもうちょいなんていうメンタルというか体調とか調子があんまり良くなかったりとか、なんていうかな、こうグワーってなってる時なら私はあの時点で大泣きして帰ってたと思うんですけど、まあ、23歳がそんなこと言ってられないんですけどそう、でもすごく大丈夫だったし、ニコ生さんのスタッフさんも、まあ、映像で映ったところはちょっとこうね切り取られ方が難しかったから、いろいろなお声はいただいたんですけど、真摯に真摯なんていうかな対応してくださって、でお店の方もそう、その連絡がちゃんとできてなかったから、そう連絡というかまあ連携というか、でもあの後ずっと生配信のスタッフさんがずっとお話ししてくださって、それで大丈夫ですってなったので、よかった。そう、あの部分だけがね、まあ、私たちの言葉もすごい、まあ、切り取られ方というか、まあ、発した言葉も悪かったけど、ちょっと難しかったけどあの後しっかり対応してもらい、スタッフさんにお店の方にそう言って、まん、お店の方に聞いていただいて、そう、って感じでした。だからまあこちら側の責任ではあるんですけど、お店の名前も映っちゃってたからね、あれってなったけど、そう申し訳ないって思って、今この言葉でそのお店がそうなんていうかな、温かくて優しいお店だよっていうのが伝わったらなって思いますまあ見ている方が分かってくだされば、そうっていう感じでした その後はまあいろいろなんか前巡って、またバス移動してじゃあもうほんまに移動すぎ90分フリートークとかめっちゃおもろかった。なんか全てがほんまに生配信やから緊張した。でもあの日
もうほんまにその普段からそんな悪い言葉使ったりとかそういうなんていうかな気をつけてないとかないんやけど、やっぱ生配信って収録じゃないから収録に慣れている私たちやから、もう9時間フリートークの生配信いつどこにいても映ってる、マイクついてるし、そうだからもうめっちゃ緊張したそうもうめっちゃ集中したその日、めっちゃもう胸にアンテナこんなんやった。そう、なんか普段からそうダメな話とかほんまに全くしてないけど、そのふと素が出てしまうやん。でマイク拾ってた部分もあるし、なんかその日ねほんまに1日食べ過ぎたんですよ。で衣装ってあの衣装ってその何も食べてないすっきりした状態で綺麗に着るのがベストなんです、私的に。だから本番前はもうあんま食べへんようにするしみたいな感じやねんけど、衣装着てもうめっちゃ食べたのよで1日かけてね、もう食べなやってられへんくらい長時間やったから、これはもう食べていい日にしようみたいな、まなかちゃんとお互い、これは食べたらほんまに元気になるからもっと面白くなるよなみたいな話になっててでも食べて食べて食べて、で夜の有料配信もお酒を飲んだりとかいっぱい食べてしてたらもうチャックが閉まらへんくなってきて、で私食べたらすぐお腹ボーンって出る人やから、だからもう閉まらへんくなって最後ねホック外してたんですよチャックもちょっとピッて下ろして、それで食べてあの飲んだりとかしてて真帆ちゃんにそれ言ったんですよ、その見てみたいな、今日食べ過ぎてみたいなチャック閉まらへんみたいな、もう閉まるは閉まるけどつけてたら苦しすぎてうっってなるから、ちょっと見て開けちゃったっていうのを全部マイク拾ってましたそれくらい全部マイク拾ってたらしくてめっちゃおもろいだからその有料配信のところ私がチャック閉まってない事情をあのめちゃめちゃマイクで拾われてておもろかった、大笑いそれ見て素すぎるよな、普通にあれほんまにプライベートな会話真帆ちゃんとそのよくする会話やね、あかんみたいな、もうお腹いっぱいみたいなって感じ、全部それ拾われててめっちゃおもろかった、おもろい。朝来た時はねうわみたいな、前より一応余裕あるし最高と思ったけど無理やった頑張ろう頑張ろう。ずんちゃんが空にしたお皿ユイリーが片付けて、もうね本当に申し訳ないです、本当に先輩を先輩と思ってない対応をしすぎました、ごめんなさい。本当になんかそうちょっと楽しくなっちゃって、なんかみんな友達みたいに思えてしまい、あの日は本当に弾けた。もう配信終わってってか配信してる最中もちょっと結構寄ってたけど、なんかねなんていうかな、そのちょっと楽しいっていうのと、あかんあかんこれは配信されてる、私はアイドル正常を保ってっていうせめぎ合いになってて、たまに自我保つねんけどたまになんかなくなってもてたから、ほんまにそのこのせめぎ合いみたいなところで、はあもう絶対この後叩かれると思いながらもういいやと思って弾けたっていうまあ貴重ですよね
お酒なかなか飲まへんし、その飲んでる姿なんて余計にね見せないじゃないですか。だからまあ貴重な映像と思って映像と思って収めててください。あんなに言葉を選ばず、そう、あんなに弾けてる私ってなかなかないと思いますっていう感じです。生配信なんてもっと気引き締めてるから、そう、あんなにね弾けてることはあんまりないのでね。そしたらゆきりさんに、あんなとこ初めて見たって言われた、あんな感じです普段みたいなそう、なんかアイドル、自分がこうなりたいっていうアイドル像があるんですけど、そのアイドル像を崩したくないっていうプライドと、でもこんな楽しいのに弾けへんのもなんか悔しいみたいなのが、まあこうなってるとこもあれ、そうっていう感じですそう、ありですあ、それユキや、間違えた。新しいズンちゃんが見れてまた好きになったって、まあ、もう常に自分のファンの方のことを考えてたの。その9時間フリートークの時もこんなアホみたいな話してみたいなとか、夜のね配信の時、有料配信の時もこんなになんかもうタンバリン叩いて、もうなんか変な言葉言ってみたいな、イエーイみたいな言ってみたいな、ずっと応援してくれてたファンの人は引いちゃうか嫌いになっちゃうかって思いながらしてた。さすがにドン引かれるかなって、でもゆきりんさん、あ、間違えた、ゆきとイフできたのほんまにやばい、あれほんまにやばい。でもなんかほんまになんか AKB ね、小学生の時から大ファンで、もうこの世で一番好きなコンテンツコンテンツって言い方もあれなんですけど、グループで、で中学校もずっと好きで、高校生になってもずっと好きで、私は変わらず、みんながいろいろなアイドルや芸能人に行ってしまう中、私はもうずっと AKB が好きで、それで高校生になってやっともう 7,8 回受けたオーディションで AKB になって、で小学校の時とかイフほんま毎日聞いてて、その覚えてる、このなんか音楽聞くやつ聞いてて、で MV めっちゃ見て、ダンスめっちゃ覚えて、でそれがもう何 12,3 年越しで、隣で本人とイフ歌えてんねんで、フレンチキスのやばくない？そう、ウォークマンで、待ってすごない？え、ほんまに夢叶えすぎかもって思って、ほんまに泣きそうなったあの時、もうほんまにやばかった。そう、ウォークマンで聞いてた、懐かしい。そう、なんか公園でみんなで遊びに行く時も、もう AKB 好きすぎて遊びとかじゃなくても普通にウォークマンでずっとイフ聞いてて、
懐かしい。すごくない？それがさ、本人と歌えんねんで。もう10年前くらいの自分に言ってあげたい。 AKB めっちゃこんな好きで、その中でもフレンチキスのイフめっちゃ好きで、あんま言ってなかったし、しかもイフ好きなことみんなに、けどそれがユキ本人と歌ってた。しかも隣でさ、本人の声で聞こえんねんで、やばくない？なんかほんまに夢すぎひん？あ、ほんまになんかあの映像見返した。でも私ほんまにファンすぎて、なんかめっちゃ見てておもろいほんまにこの人 AKB って思うくらいのファンやったよな。震えるよな、ほんまに震える。普通にやば、もうなんか酔いすぎてて忘れてたけどそのな、もっと噛み締めなあかんよな、あれ配信終わった後でも。もう次から次へと行きすぎて、はあ、雪がもう17年いてくれたおかげで、私はイフを本人と歌うという夢を叶えられました。嬉しい嬉しいてかずっと見てたのに、もうずっともやで、すごないずっともめっちゃおもろいずっともやばいよな。そう、すごい。マジで卒業してほしくないねんけど、どうやったら今から引き止められると思う？真剣に考えよう。普通にどうやったらさ、ユキの卒業を止められると思う？無理。もうだって今日卒業シングル披露やもんな。無理か。いや、いける、ギリいけるいけるか。無理かなんか大好きすぎて無理かも。普通に大いける絶対無理いろいろあったね、この1ヶ月。同期に、同期の卒業もあり、ねえ、ななみちゃんも。でもななみちゃんは卒業して3日後にやったからびっくりした。あれみたいな。綺麗やったね、ドレス姿も。やっぱ同期の卒業って何、なんかすごい思い入れがあるというか、
16期ってさ、同期で集まることなくなったんや、そのなんかお仕事で、なんかレッスンとかリハーサルの合間とかはよく一緒にいるけど、よく一緒にいるイメージがあるけど、そう、なんかね、これああいう感じで曲披露するとかで一緒になった時にやっぱ深く思い入れができるよね。卒業を事前に教えてもらった時ってどんな反応になるんですか？ななみちゃんはなんか波動前にスンドゥブ屋一緒に行ってじゃあ韓国料理一緒に食べに行って、そう波動前になんかご飯行こうって言ったからいいよって言って行って、そこでスンドゥブ食べながら私卒業するんよねって言われて、えみたいな、まだまだ先じゃないのってなってめっちゃ驚いたっていうのがある。えみたいな、なんか時止まった、ほんまに。その時その後あんまスンドゥブの味せんかったもん。そんな感じ。みなみちゃんも卒業ね発表したけど、みなみちゃんは何やったかな、みなみもう卒業するって言ってくれた気がする。いつのタイミングやったかな、でもほんまにちょっと前にって言って、そっかってなってってなった。なんか、まあ、もちろんびっくりはすんねんけど、そっか、マジで心の底から幸せを願うわっていう感じかも。あなたの幸せを祈ることをって感じやった。幸せになってねって思った気がする。感じ。あやなんちゃんはなんか、うん、聞いた、結構前に聞いてて、みたいな感じやった気がする。そんな感じ、いろんな感じやな。あやなんちゃんの卒業公演泣きすぎてもう倒れそうやったなんか個人的な気持ち的にもすごいやられてた時期というか、数日前なんですけどやられてたから、あやなんちゃんの言葉がどんどん染み込んで、待ってみたいな、こんななんていうの、素敵な言葉とか感性を持ってて、こんなになんか後輩を許してくれるあやなんちゃんがもう明日から AKB の現場で会えへんねやみたいな。もちろん卒業してからもご飯一緒に絶対行きたい先輩なんですけど、あ、なんかマジかみたいな思って、え、生きていけるかなみたいな、あってめっちゃ泣いた、すごい泣いたあの日。なんか寂しすぎて、でもドレス姿綺麗すぎて、なんかいっぱい一緒に頑張って、なんかいろいろね一緒にいて、なんか辛い時も一緒に笑い合って頑張ったなって思ってめっちゃ泣いた。ショールームのイベントですごい仲良くなって、その後チームも一緒になってって感じやったから、
そう、あらなちゃんのさドレス見た時になんか、うん、えみたいな、この理想の私の理想のドレスと思って可愛いって言ったら、あやなんちゃんがフィッティングした時に絶対ずんちゃん好きやなと思って考えてたって言われて、みたいな、そんな大切なドレスのフィッティングの時に私のことを思い出してくれるのっていう、すごいメンヘラな感じでした。激重女でしたそうなのよ、なんか爪長っ、切ろって感じ。なんかね寂しかった。でもシュガーナイトできて嬉しかった。しかも本家の衣装で、本家って自分か、すごくない？シュガーナイトできた、嬉しかったな。久しぶりにあの衣装着てハーフツインして、最後のチャンス、返しはいるか聞いたことないよねえ、どこで。意外とあのダンスって難しくて、シュガーナイトほんまにめっちゃむずくて、初めてするメンバーもいて、なんかレッスンの時めっちゃ苦戦してて、その難しいから、なんかめっちゃもう気持ちわかるって思いながら見てた。自分がさ MV 撮影した人前日もね、お昼から夜くらいほんまに何時間も、合計で6、7時間くらい振り入れしてて、そのシュガーナイトね、その時大熱でで、あのコロナとかインフルエンザじゃなかったんですけど、扁桃炎でやられてしまってて、だからその時のことを思い出して苦しくなっちゃったせっかく掴み取ったのにこんなコンディション悪いことあると思いながら、振り入れと MV 撮影したのを思い出した。ありがとうハート。そう、その時期にすごい扁桃炎が癖になっちゃってて、めちゃめちゃ熱出すようになってみたいな、ちょうどそれがかぶってってなって、めっちゃなんかすごかった。でエピソード、こんばんは。公園ね、なかなか出られてなくてごめんね。あのかなった、なんかちょっと最近考えることが多すぎて、もう本当にすごいいっぱいいっぱいになってるんですけど、立て直せるように頑張ります。温かく見守っていただけたらなと思いますっていう感じです。あと10分くらいだね。なんかまあ SNS は本当にたくさん動かそうと思ってしてるけど、劇場に
なかなか出られてないのにこんなずっと好きで言ってくれてありがとうね。その愛を大切にアイドル頑張ります。あら、インドネシアから来ました。 Thank you。 ああ、早く握手会とお話し会来てほしいけどまだよな。あ、ありがとう、かわいい。うわー、早くさ握手してお話しようね。この秋の期間ほんまやめてほしい。ほんまどいつも離婚泣いてて、ね、あ、ずんちゃんのアクリルスタンド注文したよ。あ、バレンタインのやつかな、波動じゃないのやったら。あれ可愛かったね、波動のやつも。ありがとう。ドンキの近くでエリーちゃんとずんちゃんと遭遇した。そう、私たちハーフツインとエリーちゃん、あの髪色のヘアメイクしたてで秋葉原を大散歩してた。ほんまにあかんよな。そしたらたくさん気づいていただいて、みんな声はかけずって思ったのか、たくさん配慮していただきありがとうございます。面白いよね。お、波動の可愛かった、ありがとう。あのまた写真撮ったけど加工が終わってないのと、まあ、色味調整とかいろいろ終わってないので本当に早くそうします、載せます。ううう、あ、そうや、レイエリマナズの写真も載せたの、懐かしくない？えー、みたいな。レイエリマナズンで久々に集まって、やばないみたいな、久々元気してたみたいな。全員ね会ったりそれぞれしてたんやけど、4人で集まるってなかなかなかったから、えみたいな。ちょっと待って、一旦写真撮ろうって撮って、ちょっと待って、4人で集まろうやっていう話になったから、4人でまた遊んだりとか集まったり絶対しようってなりました。ちょっとね、まあね、みんな バタバタしてからやねんけど、出入りまなずエモくない？一緒に旅行行ったり、なんか懐かしかった。れいちゃんも変わってないし、感性変わってなくてめっちゃおもろいって言ってた。れいちゃん感性変わってないみたい、おもろかった。欲しいた、そう、懐かしいみたいなね、4人で肩組んでやばいみたいになってた。そう、面白かった、その空間。いや、レイエリマナズはマジで青春、なんか青春って感じ。なんか10代の青春を共にしたなっていうっていう感じやった。めっちゃその話もした、4人でさみたいな、あれしてこれして懐かしないみたいな。その当時4人でなんか、なんやったっけな、TWICE さんの曲とかすごい踊るのにハマってて、AKB のパーティーが始まるよと、それを やばい懐かしないこれとか言ってやばーいってなってた。懐かしい。ということで54分なので順位発表します。13位ドラドラさん、おおきに。12位コノちゃん、おおきに。11位はるかちゃん、おおきに。10位フィニッシャーハッシュタグずんちゃん選抜 A さん、おおきに。9位えりさん、おおきに。8位まるさん、おおきに。
7位玉木さん、おおきに。6位ムービングさん、おおきに。5位 YP アートマーク台湾さん、おおきに。4位マロさん、おおきに。3位キラキラ落ちりばめよう鈴葉超絶推しオレンジアットマークズンちゃんズさん、おおきに。2位タモちゃん、おおきに。1位カズくんです、おおきに。毎度おおきに。ハイタッチ、ちょっと待って、ハイタッチ忘れてないから配信全然しなかったけど、そしてたくさんのギフトもありがとうございます。バレンタインか、かわいいね。ハートもチョコとかクッキーも全部ありがとう。見えてたよ。そしてたくさんのコメントやイルミネーションみたいなやつもありがとうございました。この後は19時、夜7時からカウントダウン TV ライブラブ、ぜひ見てください。これからちょっとでも多く配信できるようにするね。待っててよ。っていう、新曲楽しみやな。みんなで一緒に見よう。私もポストしながらツイートしながら見ます。そしていろいろなリハーサルや練習も頑張ります。じゃあバイバイ。またね。